ハヤトジムの内田紀巻を下し、初参戦でビッグインパクトを残したブレイブファイトクラブのエース。はい、罰があるやつ大体クズ。罰さん会社員のおやっちです。4回目の結婚相手を探しリングに挑んでいたが、彼女欲しいって言ってたじゃない。ああ、言ってましたね。その後どうですか。はい、できちゃいました。すごい、はい、できちゃいました。すごい、これボア効果ですかね。完全にボア効果です。ボア最高。拳で人生を変えたおやっち。見えないでしょ、俺の攻撃。対するはボア2連勝中の強者、ハヤトジムから救急救命医クレイジードクター沢井42歳。あっちのせいでハヤトジムの親父が俺しかいなくなっちまったじゃねえか。おやっち、お前が食えんのはなノリマキまでだ。ノリマキ食っとけ。おやっち VS クレイジードクター沢井。それではただいまより本日の最終試合第18試合 57.5 キロ契約1分30秒2ラウンドを行います。青コーナー179センチ 57.15 キログラム、ハヤトジム所属42歳、救急救命医クレイジードクターさあ。赤コーナー159センチ 55.55 キログラム、ブレイブファイトクラブ所属42歳、会社員おやっち。レフェリー佐藤。さあ、ライズボア本日のメインイベント第18試合でございます。そして解説には日立ヒューマ選手が来てくださっています。日立選手よろしくお願いします。お願いします。さあ、メインイベント来ましたよ。いよいよですね。いよいよ本当あっという間にメインに来ましたね。いや本当にね、もうずらっと18試合並びましたけど、本当にあっという間のあっという間でしたね。さあ、このメインイベントどうなるか楽しみですね。楽しみです。救急救命医 VS 会社員の対決です。結構慎重さありますね。慎重さありますよね。さあ、青いグローブがクレイジードクター沢井選手、赤いグローブがおやっち選手です。おやっち選手はね、4回目の結婚を求めてライズバーに参戦しまして、彼女できたって言ってたんで、ね、はい、彼女できたみたいですね。良かったですね。ボア効果みたいですよ、はい。一方のクレイジードクター沢井選手は救急救命医と。すごいですよ ね。人を治す職業なのに人をダメージ合わせる。いや、もしかしたらダメージ与えた後に治してくれてるかも。あ、なるほど、自分で治してくれるってことですね。膝やっぱりいいですね、沢井選手の。はい、やっぱりこのリーチっていうのを生かしてますよね、はい、リーチ生かして今の前蹴りだったり、うん、ジャブついて来たら組みついて膝っていう、うん、本当にいいスタイル確立できてますね。このやっぱり2連勝中ですもんね、クレイジードクター沢井選手は。そうですね、はい、うん。一方のおやっち選手は前回勝利しまして、はい、2回目の参戦。いや、おやっち選手は今みたいにパンチが上手なんで、うん、はい、ボディから上下上下っていうこれコンビネーションしっかり打ち分けていきたいですね。当たってるんで、はい、なるほど、はい。やっぱりこの大きい相手って怖いですか。そうですね、やっぱりやりづらいと思います、うん、なので中に行ってボディ得意なんで、はい、おやっち選手出てるんで、はい、それをいっぱい出したいんですけど、うん、沢井選手が組んで膝もうまいんで、はい、それをなかなかさせてくれないってことがちょっと面白いところですね。なるほど、はい、そこがうまさってことなんですね。うまさですね、はい。さあ、あっという間の1ラウンドあっという間の1ラウンド。もう2ラウンド見たいですね。いや、そうですよね。いや、先ほどね 67.5 のベルトのトーナメントも発表されてね。そうですね、これから盛り上がりますから、はい、ベルトを目指してどの階級も盛り上がってくると思うんで、うん、はい。この 57.5 もね、もしかしたらできるかもわからないですからね。そうですよね、やっぱ日本人のやっぱ体型としては多い階級だと思うんで。そうですよね、はい、いやー、今拮抗してると思いますね、うん。しかもこの2人は42歳同士の戦いなんですね。同年代の対決 でドクター沢井さんが79センチ、100で、おやっち選手が159センチ、20センチ差。すごい対決ですね。
や、ここをどう攻略するのか、どうやってこう、うん、お互い攻略するのかがやっぱ楽しいですね。そうですよね、はい、いや、親ってさんでも夢がありますよね。これでね、彼女ができたってことですからね。いや、間違いないですね。ここで勝ったらまた彼女もね、はい、勝っていいと思いますからね。ラスト楽しいですね。澤井選手の、澤井選手の今の蹴り身がやっぱりいいのと、はい、あの澤井選手の左フック入ってたんで、はい、そういうふうに、あ、惜しいですね。やっぱ小林選手は一発で終わらないんで、1、2、1、2、3って打てるんで、はい、そのコンビネーションが当たってますね、 今のやつですね。これはもうね、澤井さんも勢いありますけども当たってますもんね。そうですね。あ、ボディー合ってるんじゃないですか。おお、左フック。ただ澤井選手のこのやっぱ膝だったり、うん、あの長い攻撃はめちゃくちゃいいですね。ミドルもしっかり蹴れてるんで、はい、これ、うわー、ハイキック。うわ、ただナイスボディ、気持ちが強いですね。お互い強いですね、はい、ね、うわ、小林選手のボディもいいボディ入ってるんですけど、はい、全然引かないですね、澤井選手。澤井選手が引かない。お、前に出続けますね。いや、これはお互い気持ちが強いぞ。うわ、うまいな、パンチのコンビネーション。これ小林選手のボディもいいですよね。いいですね。膝も、うわ、いい。おお、左フック炸裂。お互い、これ、おわ、今のやっぱ膝上手いですね、組んで、うん、おー、左フック。今のはどうですかね。いや、いや、ただこれ、いや、本当にパンチやってるのは小林選手なんですけど、うん、こういう風に詰めて前出て、あの膝、蹴りを当ってるのは、はい、あの澤井選手なんで、はい、ここもどうなるか分かんないんですよ。北谷さん、あっという間でしたよ。もう30秒見たかったですね。あと30秒ね。あと30秒見たかったです、はい。いや、ただ本当、うん、出し切ってるんで、お二人でも、はい、すごいですよね、この2ラウンドっていうね、短いラウンドですけども、ちゃんと出し切ってるのがいいですよね。すごい、はい、いや、親選手の気持ちも見られましたし、いや、お互いの本当武器を最大限出し切った戦いになったんじゃないですかね、うん、もうこれはもう判定はね、もう審判しか決めれないですから。そうですね、もう出し切ったと思います、うん、いや、難しいとこですよね、はい、審判の方もね、これね、自分の戦い貫いて戦ったんで、うん、いや、面白いな、本当。うわー、これは、これ本当わかんないです ね、両者負けてほしくない。ジャッジ永瀬19対19、ドロー。一人目ドローです。ジャッジ明也20対19、赤おやち。二人目おやちです。さあ、3人目はジャッジ大沢20対19、赤おやち。おやちだ。以上2対0の判定をもちまして勝者、勝者です。すごいですね、接戦を制しましたね。いや、これはもうおやち選手の気持ちと手数を取ったということですかね。そうですね、うん、まあ、手数だったら澤井選手負けてなかったんですけど、はあ、あの顔のヒットポイントを取ったのかなと思って。なるほど、はい、確かに入ってましたもんね、澤井、はい、選手に。やっぱ1、2、3っていう、1、2っていう、うん、コンビネーションでパンチ打ってたんで、それが当たってたんで、うん、そこのやっぱヒットポイントかなと思いますね。澤井選手のキックもね、強烈でしたよね。そうですね、キック、膝蹴り、うん、前にプレッシャーかけてたのは澤井選手だったんで、うん、どっちに転んでもおかしくない激戦を制した小林選手、すごいですね。いや、もうこれまたね、この4回目の結婚に近づいたんじゃないですか。いや、本当そう、ね、そうなってほしいですね、はい、ライズボアでその都度その都度恋愛のね彼女との進展聞いていきたいですね。マイク楽しみですね。そうですね。さあ、どのような名前いくか。ああ、ブレイブ群馬県高崎市のブレイブファイトクラブのおやっちです。なんか結構正直身長差もあるし階級も上の人からもう今回勝てないんだろうなと思ってたけど、まあとりあえず俺自分にできることは練習しかないんで、人一倍練習して、で、なんだろう、勝てたからすごい嬉しかったです。で、もう今日勝っても負けてもこれで試合出るのはもうやめようと思ったんで、なんか最後にすごい強いって言われてるクレイジードクターさんと戦えてよかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。おやつはまさかの引退宣言。まさかの引退宣言。いや、本当最後出し切って勝てて、はい、涙浮かべてますね。いや、でもまた見たいですよね。勝手な、勝手なそうですけど。勝手なあれですけど、はい、
見てみたいですね。でもやっぱそれだけ最後だって決めてたんで、やっぱそれだけ勝った時に嬉しいんで、今完全に込み上げてるんだと思いますね。その気持ちがあのね、はい、ティカーズの攻撃にしたってことですね。いやいやでも、いや面白い試合やったな。いやすごい戦いでしたね。いやでもこれ体格差っていうのも夢ありますよね。そうです ね、この階級というか、まあ、身長差でも、しっかり言うと勝てるっていうところを、あの、おやつ選手証明してくれてたんで、かっこいいですね。いやということで、日立さん今日も全18試合行われましたけども、いやもうこれベストバウト決めろっていうのが難しいですよ。いやそれはちょっと無理ですね。無理ですよね。もう全試合、そして全選手にストーリーもありましたし、いや本当そうですね、どの試合も最高に盛り上がったんで、いやーどうしようかったですね。でも 67.5 はやっぱりそうですね、今回選手も多いですし、はいはい、次回も、はい、ね、トーナメントもするということで 67.5 ベルト、まあ、西田選手筆頭に出てきますよね。そうですね、67.5、そこを筆頭にやっぱり燃えてる選手多いんじゃないですかね。今日出てきた鈴木則之選手も良かったですしね。そうですね、敗れてしまった見延選手も、見延選手、ね、67.5、それまで2連勝してましたからね。そうですね、いやいや楽しみですね。いやどんどん盛り上がってきますね、ライズボア。ライズボア今回3回目でしたけど、会場も大きくなって、いや今日もいい大会でしたよね。いや本当に楽しい大会を、あの開催させてもらって嬉しいですね。いやもう本当にもうライズボアといったらもう日立さんの、ね、解説もやっぱりありきですからね。もういやでも、解説お願いしますとか、誰解説してくれるのみたいな方、言ってくれる人いますね。やっぱり声かけられます、はい、ライズボアすごいですねやっぱりね。いやでもこのね、人が増えてくるのはいいことですよ。いや盛り上がっていいことだと思います ね、はい、階級も増えまして、やっぱジムも盛り上がると思いますし、選手たちもやっぱ負けてられないなっていう、やっぱ盛り上がってくると思うんで、そのライズ自体もやっぱさらにこう盛り上がっていくんじゃないかなと思いますね。刺激もありますし、しかも40過ぎて、ね、まだできるやんっていうのもありますよ ね、 そうですね、40過ぎてからの目標とかも、いろんな、子供にも大人にもパワーを与えているような大会だと思いますね、もしかしてここからライズ本戦出る人も出てくるかも分からないですからね。いや可能性あると思いますよ、ね、はい、いやそういう選手も出てきましたよね、はい、ありがとうございました。記念撮影終了いたしました、それでは本日このライズバー3より新設されました大会 MVP を発表いたします。たかし選手です。おめでとうございます。今日 MVP 発表されましたね、たかし選手。高橋選手、いやでもたかし選手本当に強烈なインパクト残しましたよね。そうですね、やっぱり佐藤選手を、あの佐藤選手をまさか、はい、倒したっていう、そこを、あんだけ綺麗に倒したのも多分あの今日高橋選手だけだったんで。そうですね、はい、いやそこがやっぱり MVP だと思いますね。まさか佐藤選手があんな倒れ方するなんてって想像もできなかったですよね。間違いないですねいやあれはすごかったです、ということで今後もライズボアぜひ皆さんね、楽しみにしていてください。では次回は第4回大会でお会いしましょう。本日解説日立ひゅーま選手ありがとうございました。ありがとうございました。ということでまた皆さんお会いしましょう。ありがとうございました。